いいね、うるせえっていう。やっぱ海にはうるせえって話ですね。やっぱ海にはこれだ。というわけでね、何のやっぱりあれですね、サザンオールスターズね、いいですね。あれなんですよ、ボランティア仲間にねサザン好きがいて、あの CD20 枚ぐらい貸していただいて、いやこれから毎朝ね楽しい、毎朝楽しいって毎朝あのくだらねえこと喋ってんじゃねえかって話にありますけど、まあいいでしょう。ちょっとこっち行ってみようかな。ちょっとサザンのね、サザン的にこれなんかね、あんまりにもこの音楽を流すとなんかね、著作権がどうこうでバンバンって言うんですか、バンを食らうんでね、めんどくさいですよね。そんなんね、なんでもいい、よくしろって感じしますけどね。あのジャスラックね、あのあいつらのせいですかね、あのクソ団体ね、あのあれですよ、あの何ですか、あの何ですかって言われてもすごい茶髪のおじさんがなんかチャリコこいです。ちょっとね北海道の方にねちょっと行ってきまして、目的は特にありませんでした。なんかあの6日間ね乗り放題の切符があるから、あこれ使ってちょっと電車でも乗ろうかみたいな、そんな感じでね行ってきたんですけど、で最後ね、あの6日間使えるんだけど2日しか使ってないから、これどうしようかと思って、そしたらね、いろいろ考えた挙句ね、危ない、何この人、危ないっつ見ろよって感じですよね、あの人も。なんかこの辺には似つかわしくないなんかスラッとしたお兄ちゃんだったけど、ね、いいよって言うのはいいけどちょっと危ないよって、それでねあれなんですよ、6日間乗り放題なんだけど、まあ、2日しか使ってないんで、あの後の4日どうすっかってね、ちょっとね通信で、ね、テレパシーでね4日間欲しい人が現れて、どうやって渡そうかと思ってね、あれですよ、あの千歳空港のコインロッカーのね、コインロッカーでにその券を入れてで渡してきたっていうね、あのスパイみたいなことして、自分でもねこれスパイみたいなことしてるなと思ってね、で鍵をどうしようかと思って、で最初あの暗証番号の方のあのコインロッカーであればね、それはあのテレパシーで、番号はね、何番ですって伝えればいいだけなんだけど、それがね見つからなくて、で飛行機の時間もねちょっと迫ってたんで、
いいやと思ってね、その鍵の普通のね、あのコインロッカーに入れて、で、そのコインロッカーの上にね、見えないところに置いといたんですよ。それでテレパシーでね、何番のコインロッカーの上に置きましたなんてね、完全にこれ麻薬の麻薬とかなんかね、スパイが軍事機密をなんかの映画でね渡す時のこれやり方ですよね、これね、チャカとかね。で、開けたら何のことはない、ただの切符が入ってるっていうね、まああれですね、何ですかこれ、多分、まあ、正式にはいけないんでしょうけどね、こういうことはね、まあ、ただほら無償譲渡ですからね、無償譲渡ですからこれはね、多分何も問えないでしょうねこれはね、まああれですよね、考えようによってはあれですから、多分その無償譲渡でそのね私以外の人が4日間ね乗ることで、例えば駅弁を買ったりね、電車の中でね、電車の、まあ、駅でなんかねお酒買ったりお茶買ったりアイス買ったりね、で行った先でなんか美味しいもの食べたりね、カニ食ったりね、イクラ食ったり、ホタテ食ったりするかもしれないんで、だから二重橋のねまた二重橋になりますけど、二重橋のやつらはそこまで考えられませんからね、バカだからね、ダメなものはダメだとかね、あ、ダメなものはダメだとか何回も言われたな俺、ほんとバカなんですよね、ダメなものはダメだね、前例がないなんてね、リスクがありすぎるなんてね、ほんとバカみたいなことばっか言ってたらお前一生それを言ってろって思いますよ。それでね、要は そういう感じで、まあね、要はそのそういうね、波及効果ね、波及効果を考えてね判断しろと思いますよ本当ね。変な波及効果だけは考えですよね、もしもこれがね、なんとかさん、なんとかメーカーさんにねバレちゃったらどうしようなんてね、バレるわけねえんだバカですね、そもそもそんなことバレたところでね向こうが問題にするわけねえだろうと思うんですけどね、まあ、そんなことすらね考えられない、本当バカ揃いだったな本当な、あいつらな。それでね、あの旅行の目的の一つとしてはね、あ、こっからがいいんですよ、こっから風景ね、うわ海がね見えて、うわ結構こっちも立ってる、はい、ここがねいいですね、このねこのね港の風景がいいですよね。釣り船屋さんなんです大体この辺ね、釣り船屋さんじゃないのもあるけど主に釣り船なのかな。あ、大成丸止まってる、今日は出てねえなやっぱな、大成丸ね、左の船、大成丸、あ、映ってねえかこれまあいいやで、そう、なんだっけ、なんでしたっけ、そう、旅行のね目的一つはね、あれですよ、熊をね、熊に対決しに行ったんですけど、まあ結果としてはね、こう熊と対決してはいけないっていうそういう重要なね、教訓が出たのと、あと思い出してましたよ、熊といえばね、二重橋にね、あ、私の師匠ね、師匠のベアさんって人もいて、あ、ベアさんはね非常に面白くて楽しい人だったんですけど、若手でね見ましたよ。でよく考えたら若手変態闘魂三銃士みたいのいたな。そいつがね、まず熊笹ってやつね、その若手変態、三人衆、熊笹、あとラッキー、あとポート、この三人がね、あ、もうでも三人ともみんな死んだなこれ、もう3人死んだからいいだろう、この3人が強烈だったな。で特に熊笹はねすごいんですよ、もうほんとね見た目はチンチクリンのなんかね、出川をね、もっと出川をもっとチンチクリンにしたような感じなんですけどね、なんかもう虚言癖がすごくて、なんか俺は確かに100秒を 10秒台でなんか走れるとかね、なんかチンチクリンで140センチぐらいしか身長でいくせにね、俺はダンクシュートを決めて、なんか要はバスケットボールのなんかね、なんかインターハイだか行ったかな、だかなんだかなんだかよく分かんないですけど、そんな話とかね、いや面白かったですねそいつね。で、あとあれらしいんですよ、なんか私のね、知り合いが一緒にその熊笹とね新宿かなんかをその仕事中歩いてた、だから前から綺麗な女の人がね、来たらしいんですよ。ですれ違って、で10メーター20メーターぐらい行ってから、なんか、あれ今の俺の元カノだみたいなこと言って
で、その知り合い、私の知り合いもあの人が悪いやつですからね、お、あの絶対嘘だって分かったから、あ、だったらあれですよって話しかけましょうよみたいな、元気とかね、そこぐらい行きましょう行きましょうよっつってで袖引っ張って行こうとしたんだけど、いやいいよいいよみたいなね、なんか迷惑だからみたいな向こうに迷惑だからいいよみたいなね、そんなね、そんなあれ虚言癖のあるやつでしたね、確かね。いや、あの虚言癖はすごかったらしいですからね。私もあんまり、あ、だから直接ね関わらなかったんですけど、直接関わったらもっとね面白かったことになってたのにね、やつの魅力をね十二分に引き出してやったのにね、なかなかやつとはね直接関わることがなかったんで、熊笹ね、変態若手闘魂三銃士ナンバー、そのうちの一人熊笹、あとラッキーっていうのもいたんですよラッキーはねあれですね、なんかやらかしてねやらかしてクビになっちゃってねまあ詳細あれを話すと、またほらまた弁護士さんから電話かかってきちゃうからやめますけど、ラッキーね、あいつもひどかったな。なんかあれですからね、もういいやろ、これは関係ねえからな、あれとはセクハラ事件とは、なんかね高速、確か嫁さんの実家が東日本のまあ地域、地震の被害があった地域のだったんですよ、嫁さんの実家かなんか。それでなんか被災者申請をして、で自分家は大してつかほとんどね被害になってないのに、なんかその申請をしたら高速道路がタダになったらしいんですよね。それでその高速道路タダになって、で中でゴルフ行きまくってたんですよ悪いやつですよ、本当あいつ悪いやつだなと思ってたら本当悪いやつでしたね。それで、でそれはいいんですよ別に、そういう制度をね使ってると。で危ない、使ってるなら使ってるでいいんだけど、そういうんなことねベラベラ喋んなっていうのが一つと、あとそいつラッキーとゴルフ行って、でなんか散々そんなね高速どこ使う行ってもただだか1000円だかなんだね、被災者に申請をしてるからとか言ってる割に、最後交通費割り勘したらちゃんと高速代が入ってたんですよ。で俺もこれおかしくねえかと思ったんですけど、ちょっとさすがに乗せてもらってる手前ね、ほらなんかそれもね乗せてもらってるのに、えこれ高くないですかっていうのも、一応なんか年上だったんだよなあいつ、一つか二つか年上だか同じ年かぐらいだったから、さすがにこれ高くないですかっていうのもなんかねあれだったから言わなかったけど、心の底ではねこいつは本当せこいやつだなと思ってました。それがナンバー2、ラッキーで闘魂三銃士ナンバー3ポートはすごかったな、あれ見た目が何せ見た目がゴリラーマンみたいな顔してましたからね、これねもうあれですよ、多分進化の過程を間違ったな、あれは進化のね途中でずっと進化できなかったんだろうな、だからあれや、だからあれはクロマニョン人からね進化してなかったみたいな顔してましたよね。いやそれなのにあれだっつうんだからね、それなのにねピーのね九州出身のねピーとねやっちゃったっていうね、その九州出身のねその女の子ピーのねちょっと考えろと思いましたけどね、お前ゴリラに抱かれたのかと思いましたけどね、そういう方がちょっとね、これはちょっとね P を言わないと、本当は P なんて言いたくないんだけど、これもちょっとあれだからな、弁護士から電話がかかってきちゃうからちょっとやめときます。ということで意外と14分もやったな。何でしたっけ、あ、熊の話から熊笹になったんだな。で私のあれだったベアさんね、ベアさんだったらヒグマとワンチャンス戦えるかもしれない。あとベアさんは意外と動物を手なずけるのがうまいから、意外とヒグマも手なずけられるかもしれませんね。でもねあれは本当無理ですね、顔なんかだってなんつったらいいんだ、顔の大きさがもう
もうね、今まで野生動物っていうか動物ではない大きさの顔をしてましたね、あれね。もうほんと恐竜ですよ、はっきり言って。恐竜。身長やっぱ2メーターいくつかな、 3メーター近くあると、立ち上がれば。顔がでかくてね、もう、いやあれね、やっぱり怖いな。最強ですね、多分あれ。最強のやっぱりプレデターですよ、あれは。多分そうですよね、あれね。で、昔流れ星銀っていう漫画があったんですよ。流れ星銀軍か。犬が熊と戦うっていうね。で、犬がなんか喋っちゃうっていう。で、その漫画があったんですけど、それでそのね、悪い熊がね、こう、爪でバッてやると、犬の首がポンって飛んじゃったりね、人の頭がね、半分に切れちゃったらみたいな、北斗神拳みたいな、そんな描写があったんですけど、いやいや、子供ながらね、いや、そんな強力なの、熊、みたいなね。人の首が、こう、熊が爪でギャッてやっただけで首がポンって飛んじゃって、ブシャーみたいになっちゃうんですよ。そんなことないだろうと思ってましたけどね。いや、あれ、ありえるな、あれ、あのパワーとあのスピードね、ありえますよ。だから相当ひどいらしいんですよね、生き残った人でもね、相当なことになっちゃうらしいですよ、本当に。クマにね、襲われて、命に別状はないって。で、命に別状はなくても、いや、相当な怪我を食らわされちゃうらしいんですよね、あれね。ということでね、クマに会ったらもう会わないようにするしかないという、そういうことですね。クマザサにはもう一回ちょっと会ってね、もうちょっとからかってみたいな。なんかね、クマザサ野郎ね。なんかね、すごい顔してたな、あいつも。